ター G1 宮島チャンピオンカップ開設69周年記念優勝戦、男の力見せてみんさい。進入インコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしまして、2コース5コース2号艇5号艇コースターと5号艇の貝原伸びてった。一周1マークまくったのは5号艇貝原、その外を遅れて握って3号艇、内からくるっと2号艇残しにかかった。さあバックスレッジはまくった両者で、5号艇貝原の内からへさきかける2号艇島村、あとは少し水がいて3号艇4号艇1号艇6号艇固まってスタートは正常でした。一周2マーク激戦、2号艇突っ張って先取りは島村、さあ仕返しの5号艇の貝原でホームが戻ります。島村も少し膨れていまして、内から5号艇貝原流れる、おっと2マークのところでアクシデントがあった模様。直線コースは2号艇の島村が出てきた出てきた、節一パワー、後ろで5号艇外へ持ち出す2番手は貝原、これから2周の1マーク、2号艇の島村高吉、内から5号艇の貝原は2番手、3番手では4号艇の石橋がバックスレッジです。さあ2011年の11月ナルトでデビューから11年半待望の G1 初タイトルへ、今年はこれで3場所連続優勝、 G1 は嬉しい初優勝で、通算27回目の優勝に向かってラストターンマークをトップで、2号艇は島村高吉、堂々と男の力見せつけました。さあ今年も G1 宮島では新チャンプ誕生、先頭2番 G1 初優勝の島村ゴールイン、おめでとう。ありがとうございます。やりましたね。やりました。いやーどうでした今ゴール、最高に気持ちよかったですか。最高やったんですけど、あんま覚えてないですね。はい。3週間あんまり覚えてない。いやもう事故も出たんで、ちょっとしっかり回ろうと思って、ね、はい。まず安定板が急についたじゃないですか。そうですね。はい。どうでした調整とかは大丈夫でした。少しだけ微調整だけはしてったんですけど、うん、まあほぼほぼ変えてないです。はい。スタート思い切っていきました。場を思い切っていきました。はい。でも外が来てましたよね。貝原さんが見えました。で1マークあーまくられると思ったんですけども、3マーク集中していきました。一節間振り返ってどんなシリーズでした。いやもうエンジンに助けられた一節でしたね。やりましたね、はい、よかったです。これからどんどんまたステップアップして、はい、いいレースを見せてください。勢いつけていきたいです。今回いっぱい東洋館も食べてよかったですね。いやほんま東洋館のおかげです。ありがとうございます。では応援してくれたファンの皆さんに最後お願いします。はい、なんとかもうデビューした時からも撮りたかった記念なんでめちゃくちゃ嬉しいです。また追加も頑張ります。おめでとうございます。島村選手、まずはレースを終えたばかりの第一戦お願いします。最高に気持ちいいです。激しいレースでしたね。悲願の G1 初制覇です。今のお気持ちいかがですか。今の気持ちはそうですね、ま、夢見心地というか、僕なんかが記念のタイトル取っていいのかっていうぐらいの気持ちですね。はい。でも優勝戦はもうすごい会心のレースでしたよ。そうですね、スタートからしっかりいけてたんで、はい、よかったです。ゴールの瞬間どうでした。気持ちよかったですか。もうめっちゃ嬉しかったです。はい。さあファンの皆様もね、歓声いただいてましたけども、最高の気分のウィニングランだったと思いますけども。そうですね、全然優勝なんですけど、やっぱ記念の優勝っていうことで全然みんなの熱も違いますし、ちょっと僕もちょっとなんかいつも違う感じの高ぶりがありました。はい、はい、絶対押さないでくださいよ。絶対押さないでください。帰る服がいいから。1、2、3。いやー嬉しい。最高っすね。でもこっちスーツやから。いやでも僕のスーツ。帰ろうぜ。帰りましょう。ありがとうございます。